日産ディーゼルスペースアロー、スペースアロー、スペースアローは、ド、トラックス、Q、日産ディーゼル工業が2010年まで生産していた、ハイデッカーの大型観光バスシリーズの総称。スーパーハイデッカーとしては、スペースウィング、スペースウィングを生産していた。本項目では、日産ディーゼル工業の大型観光バスを一括して、扱う。 日産ディーゼル工業のバス製造部門においては、他メーカーと違って、自社内やグループ内に、車体製造部門がなかった。そのため、日産ディーゼルと直接資本関係のない、富士中工業、現、スバル製、主に東日本中心と西日本車体工業製、主に西日本中心が存在していた。その後、日産ディーゼルが、車体仮想を2003年4月より、 西日本車体工業性に一本化させことから、それ以来は一貫して、同社で車体仮装が行われていた。その後、三菱不走トラックバスより OEM 供給となり三菱不走バス製造正車体が仮装されていた。なお、ド、トラックスの大型観光バスは、最終的には MFBM 正車体で、 三菱不装とダイムラーが共同開発した 6R10 エンジンを搭載したスペースウィングエとスペースアローエのみの製造となり2011年に幕を閉じた。日産ディーゼル RAK は1973年昭和48年排出ガス規制を機に2サイクルドエンジンの 6RK からモデルチェンジにより発売した。ホイールベース5.8メートル 全長11.4メートルの RA50P 型とホイールベース6.6メートル全長12メートルの RA50T 型ショートバージョンのホイールベース5.4メートル全長11メートルの RA50M 型が設定されていたいずれもエアサス冷房付きを基本としており RA50T 型は日産ディーゼル発の12メートルフルサイズ観光バスであるなおエンジンは 直噴式の V 型8気筒の RD8 型で、出力は 280PS である。後面のルーバーは左、中側の2枚だったが、1976年式以降は、左側の1個となった。車体は、標準の富士と西高の双方が存在し、富士では、モノコックボディの13型、通称3バイトで仮装されている。標準床、セミデッカーでの仮装例がある。 またフルデッカーの R1 型、R2 型での仮想例がある。西高では 42MC、通称かまぼこと、53MC の E 型、標準 U ーにて仮装されている。なお 53MC の S 型、フルデッカーの仮想例は未確認。1980年に排出ガス規制に対応した、KRA51 系にモデルチェンジした。 ホイールベース6.65メートルの KRA51T 型、ホイールベース6メートルの KRA51R 型、ホイールベース5.4メートルの KRA51M 型で、エンジンは 300PS に出力アップした RD8 型を、そのまま搭載している。後面のルーバーは、右側の逆 L 字型である。車体は同じく、富士、西高層砲が存在する。 富士では、モノコックボディの13型と、スケルトンボディの15型の双方の仮想例がある。15型では、フルデッカーの R3 と廉価版の R2、R1、標準床の5バイトでの仮想例がある。なお、15型 R1 の仮想例は、ごくわずかと思われる。西高では、モノコックボディの 53MC、スケルトンボディの 58MC それぞれの S 型、フルデッカー、 E 型、標準床と本格的なスケルトンボディの観光車体の C 型の仮装例がある。1979年6月、それまでの V8RA120 から r a 6 0 s 型にモデルチェンジ。RD10 型4サイクル V 型10気筒 350PS エンジンに変更。車体は富士重工が仮装したが、後面窓上部の屋根形状や、 フェンダーアーチ形状以外は V8RA120 とほとんど変わらず、よく観察しないとは目には違う形式には見えなかった。後面のルーバーは左側1個である。1980年12月昭和54年、排出ガス規制に適合。KRA60S 姿となり、外観上の違いではサイドフラッシャーを新設した。1984年に、 昭和58年を排出ガス規制に対応した PRA52 系にモデルチェンジした。ホイールベース6.5メートルの PRA52T 型、ホイールベース6メートルの PRA52R 型、ホイールベース5.5メートルの PRA52M 型で、エンジンは新型の RE8 型 315PS を搭載している。車体は同じく、富士。 西高双方が存在する。富士では、スケルトンボディの15型での仮想例がある。フルデッカーの R3 と廉価カ版の R2、R1、標準床の5バイトでの仮想例がある。西高では、スケルトンボディの 58M の S 型、E 型と、本格的なスケルトンボディの観光車体の C 型の仮想例がある。従来は単に、RA と呼称されていたが、 今回からハイデッカーにスペースアロー RA の名称が付けられ、後に発売を開始したスーパーハイデッカーはスペースウィングアイの名称が付けられた。1985年に騒音規制に対応した PRA53 系にモデルチェンジし、スペースアロー RA と名付けられた。ホイールベースは前モデルの PRA52 系と同じでホイールベース6.5メートルの PRA53。53 T 型、ホイールベース6メートルの PRA53、R 型、ホイールベース5.5メートルの PRA53、N 型である。エンジンは 340PS に出力アップした、新型の RF8 型を搭載している。なおフルエアブレーキの場合は形式に A が、前輪喧嘩が、独立喧嘩式の場合は、形式末尾に E が付く。車体は同じく、富士。 西高双方が存在する。富士では R3 型 R2 型と15型 HDI での仮想例がある。西高では S 型、E 型、C 型、SDI 型での仮想例がある。なお SDI 型は日産ディーゼル発の二軸スーパーハイデッカーである。1985年に連価版観光高速バスとしてエンジンに路線車用の直列6気筒エンジンに 下級機インタークーラーを取り付けた PRA46 系がスペースアロー RA に登場する。ホイールベース6.5メートルの PRA46T 型とホイールベース6メートルの PRA46R 型があり、エンジンは UUA 系と共通でターボチャージャー付け、垂直配置のペ6系のペ 6TB 型 330PES を搭載している。車体は同じく、 富士、西高双方が存在するが、PRA52PRA53 系が、閉売されていた関係もあり、実際の導入例は、極めて少なく、富士では、R2 型、西高では、S 型が存在するのみと思われる。また、1988年にフルモデルチェンジした、UA は、ホンダイリアアンダーフロアに6気筒エンジンを横倒しに、搭載するが、 高出力者を求めるニーズに応え、V8 が積まれた。1990年に強化された排出ガス規制に対応した URA520 系にモデルチェンジした。ホイールベースは URA520TBN 型が6.5メートル、URA520RBN 型が6メートルである。エンジンは排出ガス規制に適合した RF8 型。 340PS を継続して搭載している。フルエアブレーキの場合は、形式末尾の N が M となる。なお形式移行機に、エンジンのみ排出ガス規制に適合させた U、RA53 系が、ごくわずか製造されている。今回から二軸スーパーハイデッカーが、日産ディーゼルから正式発売された。スペースウィングアイの名称が与えられ、形式は、 URA520SBN 型で、ホイールベースが6.3メートルとなる。車体は同じく、富士、西高双方が存在する。富士で15型 HDI、スーパーハイデッカボディの HD2、URA520SBN 型のみ、7M、マキシオンでの仮想例がある。西高では、S 型、E 型、C 型、SDI 型での仮想例がある。 URA520SBN 型の西港での仮想例は未確認。1992年にホイールベース短縮車の追加が行われた。ハイデッカの形式は URA520RBL 型でホイールベースが6.18メートルとなる。そして翌年の1993年に高出力仕様の追加が行われ URA530RBN 型で r a 5 3 0系は、高出力エンジン RG8 型 370PS を搭載している。なおハイデッカで RG8 型 370PS を搭載した URA530RBN 型も存在する。フルエアブレーキの場合は、形式末尾の N が M となる。車体は同じく、富士・西高層法が存在する。 富士でスーパーハイデッカーボディの 7S、ハイデッカーボディの 7M、マキシオンでの仮想例がある。西港では S 型と 92MC、ネオロイヤルの新型、SD2 型での仮想例がある。SD2 型ボディは従来エアロクイーンシャシー、専用ボディであったが、92MC からスペースウィングアイのシャシーにも対応た。1993年にアンダーフロアコクピット車、 日産ディーゼルの正式名称は、スペースウィング3、SVD、スーパービューデッカの追加も行われ、形式は URA530 部型で、ホイールベース6メートルとなる。実際の導入は少なく、後継の KCRA550 部型と合わせても20台以下の製造とされる。車体は、富士の専用設計の 7S ボディが仮装されている。なお、 西港での仮想例は存在しない。1995年に強化された排出ガス規制の短期規制に対応した KCRA531.550 系にモデルチェンジした。標準出力の RA531 系のホイールベースは、KCRA531RBN 型が6.18メートル、KCRA531MBN 型が5.43メートルである。 高出力エンジンを搭載した r a 五百五十系のホイールベースは k c r a 百五十 r b n 型六点一八メートルの一種類のみと思われる。エンジンは標準出力の r a 五百三十一系が RG8 型高出力の r a 五百五十系が r h 八型を搭載している。スーパーハイデッカーのスペースイングアイ、ハイデッカーのスペースアロー RA の双方で 標準出力の RA531 系、高出力の RA550 系それぞれの仮想例が存在する。アンダーフロアコクピット車、SVD、スーパービューデッカは、形式が KCRA550 部型で、ホイールベース6.05メートルとなる。実際の導入は、少なくわずかの製造と思われる。車体は同じく、富士、西高層砲が存在する。 富士でスーパーハイデッカボディの 7S、ハイデッカボディの 7M、マキシオンでの仮想例があり、後部のデザインが変更されて、微灯の位置が低くなった。西高では、S 型と 92MC、ネオロイヤルの新型、SD2 型での仮想例があるが、アンダーフロアコクピット車、SVD、スーパービューデッカ、スペースウィング3は仮想されていない。2000年6月に、 長期規制に対応したキロリットル RA552RBN 型にモデルチェンジした。ホイールベースの設定は6.18メートル R 尺、5.43メートル M 尺の2種類があるが同一形式となり、5.43メートル M 尺は改造扱いとなる。エンジンは全車種 RH8 系を搭載し、出力の違いに関わらず同一形式となる。 エンジンチューニングの違いにより、高出力が RH8 回型で 430PS、標準出力が RH8H 型で 360PS となる。西高 SDI 型仮想車はハイデッカー扱い、改造扱いのため、標準出力のスーパーハイデッカーが設定されている。ミッションは6速 MT だが、今回より、フィンガーコントロールトランスミッションのみの設定となり、 ロット式は廃止された。車体は富士、西高双方が存在するが、富士が2003年3月でバス車体仮想事業から撤退したため、以降は西高製のみとなる。富士では、キロリットル RA552RBN 型に合わせて、車体をモデルチェンジした R21 型、ハイレッカの 1M、21型 M、スーパーハイレッカの 1S。 21型 S での仮装となる。西港では S 型と C 型、SDI 型、SD2 型での仮装となる。2002年に西港の標準車体化に合わせて C 型、SDI 型、SD2 型のマイナーチェンジが行われ、ヘッドランプ周りが変更された例に MC 型で仮装となる。2005年7月28日、新長期排出ガス規制に観光バスで、 初めて適合して発表した。車体デザインは基本的にゲーニ MC のままであるが平成18年10日機類保安基準改正に合わせてリアコンビネーションラムを定位置に配した。インパネは富士重工ボディの 1M および 1S に準じたデザインに変更された。最も大きな変更を受けたパワープラントは2004年10月の 第38回東京モーターショーに出展された、ペックのままである。エンジンは、フリフラットノンステップバス UA272、富士重工生海タイプに搭載した 9203cc の MD92TA をベースに、最高出力 257kW にパワーアップ、尿素、SCR 触媒と超高圧燃料噴射装置、組み合わせた、 フレンズと呼ばれるテクノロジーを装備した MD92TK をドイツ ZF 社と共同開発した電子制御トルコン式6速 ATE コマットにプラスと組み合わせることで軽量化とドライバーの技量によらず乗用車間隔の楽な運転操作性、ドライバー間の燃費のばらつきの防止などをメリットとしている。ホイールベースの設定は6.15メートル、R 尺5 4メートル、 M 尺、ハイデッカのみの2種類があるが同一形式となり、スーパーハイデッカと5.4メートル、M 尺は改造扱いとなる。MT 車及びスーパーハイデッカ向けの 400PS、クラスエンジンの廃止で市場での反響が注目されたが、東京空港交通は、リムジンバスに直結クーラー仕様を大量に導入し、車庫には必需品であるアドブルー、尿素水備蓄タンクを設けた。 車両には世界一クリーンなディーゼルバスであることを PR するステッカーが貼られ、なおリアオーバーハング左側にアドブルータンクを搭載しているため、客室後部にトイレを設置する場合は通常は左側のところを右側に設置する場合がある。この場合は非常口はホイールベース間に設置される。車体はハイデッカーのスペースアロー RA が西甲子 I 型。 スーパーハイデッカーのスペースウィングアイは、西高 SDI 型、SD2 型での仮装となる。なお、西高 SDI 型仮装車は、改造扱いとなり、ハイデッカーのスペース RORA のシャーシに、仮装しているが、メーカーでは、スペースウィングアイと呼称する、西日本鉄道、昭和自動車などに納入例あり。2006年6月1日、 路線車と同時に搭載エンジンを改良した PKG RA274 系となった。前、モデルと同形式の MD92T 系をベースに平成27年重量車燃費基準と PM のセ10%低減を両立したものによした。それ以外は前、モデルとほとんど変わらない。リアウィンドウの左下にある平成27年度燃費基準達成者の緑色の ステッカーで識別可能。また、2006年12月以降の新車には、新たに、燃費基準達成の緑色のステッカーの上に、低排出ガス重量車 PM10% 低減の青色のステッカーが追加されている。これらのステッカーが、数少ない識別点となっている。車体は、ハイデッカーのスペースアロー RA が、西高 E3 型、CI 型、 スーパーハイデッカーのスペースウィングアイは、西高 SDI 型、SD2 型での仮装となる。西高のバスボディ仮装終了に伴い、2010年に生産終了。以後は三菱不走からの OEM 供給者である、スペースウィング A、スペースアロー A に一本化された。ASK は、日産ディーゼル工業と、三菱不走トラックバスのバスの OEM 事業開始に、 伴って三菱不走エアロエース、エアロクイーンが OEM 供給されるもので、車両の名称はスーパーハイデッカー、エアロクイーンがスペースウィング A、ハイデッカー、エアロエースがスペースアロエーとなる。BR なお、上述の RAK に関しては本形式の OEM 開始後も継続生産されるが、RAK の三菱不走への OEM 供給はない。 2007年8月29日発売の形式。エンジンを含め、シャーシボディともに三菱不創性であるが、排出ガス浄化システムは、両社間の OEM 供給合意に基づき、日産ディーゼルから技術供与を受けた、尿素 SR 還元システムを搭載している。平成17年排出ガス規制、新長期規制に適合し、NOX、 PM ともに10%減に成功している。また、平成27年重量車燃費基準も達成している。スペースウィング A、スペースアロエー A ともに、形式は BKGAS96JP である。2010年9月1日より発売。エンジンは三菱不走の親会社のダイムラーと共同開発した三菱不走。 スーパーグレードと共通の新開発エンジン 6R10 を搭載。出力は BKG- 車と同様の 309kW あるいは 257kW。これに加えてブルーテックシステム DP 回尿素 SCR を採用し、平成21年ポスト新長期排出ガス規制に適合させた。その他の改良面としてはサービスボックスの容量拡大や それに伴いその形状を見直して最前列の足元の余裕拡大を実現したほか従来オプション設定だった運転中威力モニターが標準装備となるなどかなり大幅な改良となっているホイールベースは従来車より 95mm 延長されリアオーバーハングが短縮されたまたラジエーターはベルト駆動から日野セレガと同様の油圧によるシャフト駆動に変更され ラジエーター1も後方から見て右側から左側に変更され、左側のルーバーの直後にラジエーターが配置された。また新排出ガス規制対応による重量増に対してはハイデッカーの一部車種に軽量サスを設定し、従来車と同等の乗車定員を確保している。最大トルク、出力とも、旧来の 6M70 型と同じであるが、最高出力の発生回転数は2000。 RPM から 1800RPM にり、実用域でのトルク特性も若干向上したほか、静粛性も一段と向上している。なお、今回から、空調システムは、直結式、サブエンジン式とも伝送性に一本化されている。2010年10月29日付で、三菱不装との合弁会社設立に向けた協議及び、OEM 供給の打ち切りが発表される。 スペースウィング A スペースアロー A の販売が日産ディーゼルスペースランナーへともに終了し、日産ディーゼルは2011年をもってバス事業から撤退した。DAK は三軸車である。法令上の軸重制限である一軸10トンまでの制限に対し、同車は後輪を二軸にすることにより、定員65人やサロン仕様、高床か、 高出力化などの重装備対応に余裕を持たせること可能となった。1982年に国産初の三軸観光バス KDA50T 型が発売される。エンジンは KRA51 系と共通の RD8 型 300PS を搭載している。このバスは RA 系の部品を流用したため2軸目がシングルタイヤ、3軸目が駆動輪。 つまりステアはしないダブルタイヤで、その後の三軸車やネオプラン、二階建てバスとは逆のアメリカ三軸バスと同じ構成となっている。車体は全車富士重工の R3 型が仮装されている。なお通常の R3 型に比べて前方が 200mm ほど高くなっている。1984年に KDA50 系を改良した PDA66。 夕方を発売する。エンジンは国産バスとしては当時最大出力の RE10 型 370PS を搭載した。国産初の本格的な三軸車で2軸目がダブルタイヤ、3軸目がシングルタイヤとなりセルフステア機能が導入された。車体は富士外に西港が存在する。富士では R3 型が仮装されたが、 全高が3.5メートルとなり国産初のスーパーハイデッカーとなる。またごくわずかが西高で仮装され、専用ボディの SD3 型が仮装されている。PDA67UEA モデルチェンジの際、富士重工業製車体はスペースウィング DA の相性がついたが、西高製は従来の DA として1台のみが製造された。なお、これが西港にとって、 日産ディーゼルの三軸車への最後の仮装となった。三軸車の DA だが、1985年に PDA67UE 型へモデルチェンジした際に、富士中工業仮装分については、スペースウィング DA の名称が使用されるようになった。前輪独立喧化式となり、車体は本格的なスケルトンボディの HD2 型に変更された。 エンジンは前モデルの PDA66U があったと同じ RE10 型 370PS を搭載した。なお1987年の日産ディーゼルスーパーハイデッカーカタログ値は可評の通りであるが前述の通り DA はほとんど導入されていない。三軸車のスペースウィング DA は1990年に平成元年ハイガス規制に適合するために フルモデルチェンジを実施し、スペースウィング2となった。形式は URD620 アブンである。エンジンは RF10 型 420PS が搭載され、国産のバスとしては初めて 400PS を超えるエンジンを搭載した。ボディは引き続き富士の HD2 型が仮装されている。同時に二軸車である RAK2 スーパーハイデッカーのモデルが設定され、 商品名は、スペースウィングアイ、三軸車は、スペースウィングツーとなったが、これにより、スーパーハイデッカーの需要は二軸車に、移り、三軸車の RDK は少なくなっていく。1992年に、車体のモデルチェンジが行われ、前面に、曲面ガラスを採用した R17 型 S、通称 7S となる。1995年に、 ハイガス規制に適合し KCRD630 アブン型となった。エンジンは出力強化された RH10E 型 450PS 当時国内最強を搭載し、ボディは同じく富士重工の 7S を仮装している。セミオートマチックトランスミッションのエスコットが採用された。さらに三軸車の需要が減り、k c r d 百三十アブン型の導入例は、 わずか4台となり、2000年には発売が中止され、国産三軸スーパーハイデッドの設定はすべてなくなった。なお、この三軸車をベースとして、2階建てバススペースドリーム及び4系レモナコが製造されている。1983年の東京モーターショーで試作車を発表、1984年には試作車の先行販売として、 横浜市交通局に3台納入された。これは、かねてから横浜市交通局では、2階建てバスの運行を予定、導入するのは国産車という意向を示していたことが作用したと見られる。車体は、富士重工業が開発、仮装し、他の2階建てバスは、一般的に2階客室の非常口を後面に設けているのに対し、この車種では、 右側面に設けられていたのが特徴的である。車体デザインは追って登場したスペースウィングシリーズにも受け継がれている。シャーシは DA50T66U で実績を得た3軸式で前輪と後後輪を独立喧嘩とした。エンジンは RE10 型 V10 無下級 370PS を搭載する。形式は PGA66T である。 1985年より正式販売されたが、累計販売台数は試作者を含めても1988年までの4年間にわずか11台で、とても開発コストに見合うものではなかったため、1988年に生産中止となった。販売台数が少数に止まったのは、1980年代前半のブーム時に輸入車でほとんど一巡したことに加え、 1985から6年には2階建てバスによる事故が多発したことなどでイージが悪化。さらに全高3.8メートルに制限される日本国内では居住制も犠牲になるため、以後は2階建てバスとも呼ばれたスーパーハイデッカーに主力が移ったためである。なお、1993年から製造された 4K レモナコの車体を仮装した車両もメーカー側では スペースドリームとして販売しており、これを含めるともう少し販売実績は多いことになる。横浜市営中央自動車、現、国際中央交通以外は、各社とも1台だけの導入であった。導入事業者は他に、熊本電気鉄道やニュー、東京観光バスなどがある。横浜市では、観光客向けの路線バス、ブルーラインに運用され、熊本電鉄では、熊本駅、 菊池間の路線バスに運用された。現在は、ほとんどが売却されている。日産ディーゼルとしては、スペースドリーム登場前に、ネオプラン社製2階建てバスにエンジンを供給して、日本に輸入したことがある、大阪、中央交通や京福電機鉄道などに納入。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。